ヨーブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのは体験についての説明なんですけども、ちょっと美課金バトルパス、シーズンパスみたいなのが皆さんあって、よく気候って呼ばれてるものがあるんですけども、ここで手に入る気候体験、要するにちょっと名前がね全部違うんですけど、このなんとか流の剣っていうのがあるんですね、これが、美課金税とかでも、このバトルパスを買えば、気候を解放する、この商品をね、購入すれば手に入るということになるんですけども、これがちょっと将来的に考えると、あんまり危なくなってくる可能性があるっていうのと、ダメージ的に基本的に伸びないっていう説明もしたいと思います。はい。で、もし皆さんがねガチで将来的に強くなりたいのであれば、体験使うときは、狼の末路がベストなんですけども、時点としては旧貴族の体験とかな、あとはノエルにつけるんだったら白衣の剣、気候体験とかがいい理由と悪い理由といろいろあるんですけども、現状例えば世界ランク3、4、5ぐらいだったら全く分かんないと思います。ただ世界ランクが6とかになってくると、さっき言った気候体験ってやつが結構危ない要素が含まれてるんですよね。モロハの剣みたいな感じで、イメージで、最大でね、現在精錬ランクが1の状態ですよ。たった1の状態で、3515で 15%15% 非ダメージが上がっちゃうんですよね。これ結構すごい数字で、しかも退場後もリセットされないんで、キャラ変えて戻したとしても非ダメージ 15% のままで敵のやばい攻撃一発もらったら結構危ない状態になってくると。これが世界ランク5、敵が強くなって攻撃力がかなり高くなってくると。で、体験使いってメイン DPS になり得るキャラなんで、防御力を上げたりとかしないんですよね。 HP を無理に上げたりとかしないんで、で結構動きも遅いから、かなり辛いポジション、要するに食らい続ける可能性が高いポジションだったりします。なのでここの非ダメージが上がるやつを例えば上げつつ、万が一例えば来月の気候とかでもう一本手に入りますみたいな感じで精霊なく上げてしまった時に、ちょっとどうなってくるのかと、どうなっちゃうわけみたいなのがあるんですよね。ちょっと僕これさすがにこれ使えねえなって思って下ろしてないんで、何パーセントに精霊ランク上げた時に何パーセントになるかっていうのはちょっとわからないんですけども、もう 3% の時点で危ないんで、これを例えば上げてしまった時に危険だというのがまず1点ですね。もう1点、攻撃力の伸びとかがあんまり強くないんですよね。例えば今僕のステータスでよければお伝えするんですけども、2200、もちろん狼の末路強いんで、星5だし手に入る可能性があれだよっていうので、しょうがないんですけども、これがこの状態だと。で、2200。で、気候体験のレベル1の攻撃力が42なんですね。で、この42っていう数字は、将来、そのまま伸びしろにつながるんですよね。だから42っていうのはこの金の剣と、あとこの飴なんとかってやつも42だったんですね。なのでこの飴なんとかって剣と同じ伸びしろぐらいなんですよ、基礎攻撃力に関しては。なんで今レベル70の剣と80の剣比べたらあれなんですけど、多分これね440とか450ぐらいになります。レベル80同じだとしたら、差がね70ぐらい変わるだとしても、例えばこれつけます、攻撃力が、1400になるんですよ。すげえ下がるの。で、50、70ぐらい上げたとしても、1600とかが
で、この時点で600とかの攻撃力の差があるという状態から会心ダメージとかを持っていく。例えばこれが 150% とかあったとして、会心率がね、すいません、会心率が例えば 80%、70% とか 80% あったとして、どうなんですかみたいなことを聞かれたりするんですが、例えば会心率、50% ぐらい生物ねあれば 50% ぐらい補えるんですよね、会心率例えば 50% ぐらいまで上げたとして、気候体験のやつがレベル80とかになると会心率アップが 25% ぐらいなんですよ。ってことは、例えば会心率 50% ぐらいのやつに対して75% ぐらいの気候体験ができましたって時に、 DPS どれぐらい変わるの？会心率が3発にね、4発のうち3発も会心率になるんだよっていうふうになったとしても、確かに4発中2発会心じゃなくなってしまうんだとしても、例えば会心がドル乗らないっていうそこのふるいもあるじゃないですか。ちょっと表にしたら分かりやすいんですけども、4発に1発だけ、4発中1発だけ会心ダメージになるかならないかっていう違いしかないんですよ。殴り続ける DPS の差で言ったら、4発に1回だけ2、3000ポイントの差しか出ないんですね、ってことは攻撃力が600もガクンと下がった状態から、ね、その会心4発に1発しか変わらない、2000程度のやつが変化するのよりも、攻撃力って4発中4発影響してくるじゃないですか、なので会心率が 25% 程度上がったとしても、攻撃力が下がってしまったら変わんないんですよね、ぶっちゃけ。だからそこら辺をちゃんと理解するのと、飛行体験自体が非常にリスキーな装備、世界ランクが6とかになったらリスクが高い、メインで前張って前線で戦う体験キャラっていうところで、かなり重要なポジションなんで、それがボンボン死んでしまったらね、マルチとか行ったら何やってんのって話になっちゃったりするんですよね、なのでそこら辺とか考えると、気候体験を例えば今後ずっと使ってってレベル90とかまでなった時にどうなるかって話。例えばレベル90まで武器を上げれますってなったら、狼の末路はもっと伸びるんですよね、バッ。現在の状態でこれぐらいの差だとしても、レベル90になった時にもっとポイントの差がついてくると。で、同じレベル80の旧貴族の体験、これが43なんですよ、基礎攻撃力が最初の、1多いんですよね、気候より。それで497じゃないですか。で、こっちは44だと。で、その差でもう40ポイント差がついちゃってるん で80ポイントぐらい差がついてるんですね、レベル80の時点で。飛行体験とプラス攻撃力パーセンテージも上がらなければリスクも多いと。で、飛行体験の場合は、月に1回なのかな、重ね掛け精錬ランクする可能性があるんですが、重ね掛けしたところで威力も上がれば被ダメージも上がってしまうと。結構強いボスと戦うときに、長い戦いになったとして、そんな攻撃力がね数パーセント上がるのよりも防御力がね格段に下がってしまう方がリスクが高いという判断は結構重要だと思うんで、もし使うのであれば本当によく考えて使った方がいい装備だと思います。気候体験に関しては非常に気をつけてチョイスしていただきたいなと。要するに狼の末路に対してはプラスしかないじゃないですか。攻撃力がアップする、おおすげえ、で HP が 30% 以下のあいつに命中したら、チーム全員 40% 上がるんだ、あすげえってなるじゃないですか。だけどマイナス要素がついてる武器ってのは、そこも考える、スキルでプラマイゼロじゃんみたいな風になっちゃってるんですよね。なのでスキルがないような状態の武器だと理解した方がいいかもしれないです。
で単純火力なんですけども、例えば狼の末路であれば、まあボスで言えばそうだな、あの硬い無双系のボス、無双系のボスとかでも、まあ味方の援助とか入れて、まあ1万3000とか普通に行ったりするんで、まあ、それぐらいの火力が出てるのであればリスクを取らない方がいいんじゃないかなっていう判断もできると思います。なのでちょっと剣を選ぶときは皆さん気をつけてもらえればなと思います。ちょっとねご意見とか、もしいやだとしても気候の方が強いよとかいうお話がもしあるのであれば、ぜひなんかご連絡、コメント欄とかご連絡いただければと思います。まあちょっとね、将来的なリスクも考えて武器はチョイスしないとリソース、あの物資が無駄になってしまうんで、それだけは気をつけてください。で重ね掛けするのが前提であればね、気候体験毎月重ね掛けしていきたいんです。俺重ね掛けこれ確定じゃん、無課金、まあ微課金の気候じゃん、気候やるだけでもって思ってるのであればちょっと危ないですよっていうこと。世界ランク6位になった時に、まあ、気候精錬5までやっと上がったって時に、うわ死ぬじゃんみたいな風になってしまったらちょっと危ないんで、狼の末路であったり旧貴族の時リスクがないような武器ですね。旧貴族の体験であれば、まあガチャの出てくる星とかで3つまで重ね掛けできるんで、1発殴れば回心率 12%、 2発殴れば 24%、 たった2発殴るだけで回収できるし、基礎攻撃力も気候よりも高い、攻撃力パーセンテージも上がるみたいなことなんで、非常に優秀、同じ星4だったら優秀です、うん、だから2発に1回回心出るんじゃんって設定になるじゃないですか。 24%、 30何パーセント上がってくるんで、3発に1回は必ず出るねみたいな、もともとの回心率も高ければもっと上がるねみたいな、そこら辺でちゃんと考えて選んで、基礎攻撃力が高い状態で回心ダメージが乗るんだな、物理ダメージバフが乗るんだなっていう風に思った方が体験使いとしては正しいのかなと思います。戦い方があるんで、前線頑張ってね、こう前で剣振るったりとかするプレイヤーじゃないですか。体験ってもしかしたら銃撃でくるくる回りながら、ちょっと 1,2 発敵の攻撃食らいながら突っ込んでみたりとか、そういう戦い方ができなくなっちゃう可能性も世界ランク上がると敵強いからあるかもしれないんですよと。防御力上げられないですよ、レザー、ディルク、ね、北斗とか。北斗はシールドつけるからいいんだけどね、うん、まあ要するにレザーとかディルクだったらつけらんないよっていう感じですかね。ノイルとかだったらまだあれだけど、ノイルは白衛の剣っていう防御力上がるのあるでしょ。まあ、北斗ぐらいかな。気候体験でもしつけていいんだったらシールドを貼って、まあ、防御力も確保できるような、まあ、北斗とか、うん、まあそうだね、うん、それぐらいだったら使えるかもしれないですね、うん、北斗ぐらいしか使えないかもしれない、うん、まあそういう形でちょっと体験の選び方みたいなね、コツみたいなのが今のお話にいろいろ詰まってると思いますんで、もし体験使いで頑張りたいんだってあれば、今のうちに体験、自分のキャラに持たせる体験は今決めといた方がいいと思います。ということで今日のお話は終わりたいと思います。皆さんご視聴どうもありがとうございました。まあ、今後こういう形で原神の役に立つ情報であったり、まあ、僕のよく使ってるキャラで皆さんにね、参考役に立ちそうなことがあれば今日みたいにお話ししていきたいと思います。ではぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また生放送とか僕よくやってるんで、ぜひコメントいただければと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。